はい、こんにちは、谷崎哲郎です。今日は僕が、松波龍玄さんという、お坊さんと一緒に二人でやっている、ホロス宇宙塾という会についてのお話をしたいと思います。この塾は毎月1回京都の、宝道寺というところお寺で、やっています、勉強会ですね、講話会です。松波龍玄さんという密教のお坊さんと2人で、いろんなことについて話をしているんですけれども、僕自身はこのワールドシフトということで、変化する世界について、環境、社会、経済、そして価値観について、このホロス宇宙塾でもこの今変わりつつある世界についていろいろお話をしています。それに対してこの松波龍玄さんはこの、仏教哲学をベースにした変わらない真理って何だろう、変化する世界と変わらない真理というものについてこう語っていくというような、毎回テーマを決めて、語るというのがホロス宇宙塾です。松波龍玄さんというのは、真言宗の、僧侶で、宝道寺の、住職、また太極拳とか武道の武道家でもあって、正当な伝承者の一人でもある。ホロス宇宙塾では、学問っていう言葉は問いを学ぶと書きますけれども、答えのない問いを問い続けるというようなことを、2人でやっています。人は知識と経験によって変化するわけですが、このホロスっていう言葉はこの全体性というのを表す言葉です。ホリスティックって言葉を、聞いたことがあるかと思いますけれども、これはギリシャ語の全体性であるこのホロスという言葉が語源なんですね。他にもこのホロスから派生した言葉として、ホール、ホールアースとか言いますね、全地球、ホール、全体という言葉、それからヒーリングのヒール、癒すという言葉とか、ヘルス、健康のヘルスですね、それから聖なるもの、ホーリー、こういったようなこともこのホロスという言葉から派生した言葉でもあります。ホロスというのを僕なりの言葉で表すと、地球全体、ホールアースで思考して、世界を癒して、ヒール・ザ・ワールド、そして真に健康で、ホリスティック・ヘルス、そして聖なる生き方、ビーヒ・ホーリーを生きる、そんなような、ことをやるのがこのホロス宇宙塾です。毎月第4水曜日に、京都の今出川というところにある、宝道寺で、行うわけですけど、この宝道寺ってね、お寺とはお寺なんですけれども、もともと西陣織の工場を、利用して、お寺に改装したの、道場が作りとしてこのお寺としては、ちょっと変わった、雰囲気の、場所で、なかなかいい感じの場所なんですね。この松波龍玄さんによると、お寺というのはこうお寺の塔があったり門があったり、伽藍がある、っていうことではなくて、お坊さんがいてそこで、説教が行われるのであれば、その場がお寺になっていくんだっていうことで、あまり場所にはこだわってないんですね。特に松波龍玄さんってすごく面白いお坊さんで、本当にこの、昔ながらと言っていいんですかね、既存のお坊さんの姿からはなかなかちょっと逸脱した何ですかね、どちらかというとこの、そうですね、アジアの上座部仏教の、姿というか原始仏教の姿みたいなものをこう、現代に蘇らせようとしているような人にも、見えて、武道をされているということもあって、体と心の関係っていうものに関してもとても造形が深い、それ以外にも東洋思想全般だけではなくて、キリスト教、西洋の哲学とか、結構造形が深い方なんですね。でいつもテーマを決めて、2人で対話をするという形なんですが、今年2020年は、1月の22日から始めるんですけれども、まず1回目は、1月は、心の時代について、心ということをテーマに話したいと思うんですね。その後2月以降、音、宇宙のサウンドスケープについて、色、リアリティと情報宇宙について、それから性、これ男性性とか女性性とか、ジェンダーについて考える会にしたいと思っ
ます、まあ、5月は空ということで、まあ、瞑想とマインドフルネス、まあ、仏教的な、メディテーション。6月は悪、まあ、現在とか因果律、善とは何か。7月は、道、タオですね。8月は地、まあ、神の地、人の地、仏の地、トンチ、理、断りですね。四季、語、仏。まあ、各回のラインナップについては欄外の方に書いておきますので、ぜひご参加いただけると、良いかなと思います。まあ、密教のねお坊さんの話っていうのを聞くっていうのもすごく面白いです。僕は象徴哲学を20年ぐらい、まあ、独学で学んできてはいるんですけれども、この象徴哲学に基づいた、まあ、どちらかというと西洋的な、知恵、から見た、世界の見方で、それに対してこの、まあ、龍玄さんは、まあ、密教的な東洋思想的な、考え方で打ち返すみたいな形で、まあ、一つの事柄をこう、まあ、複眼で見るような、そういうセッションっていうので、毎回毎回僕自身もすごく勉強になるなと思っていて、楽しみにしている回ではあります。ぜひ皆さんもご参加いただけると、いいなと思います。ということで、今日はホロス宇宙塾、シフトする世界と仏教哲学ということについてお話をしました。今日の動画は、これで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。